皆さん、こんにちは。今日は、北海道の美瑛のお芋を使った、しかも、ベル食品のジンギスカンのタレの味のポテトチップスの紹介をしたいと思います。期間限定で、北海道美瑛町産じゃがいもが 100% です。北海道出身の方だったらね、北海道だったら、大体どのご家庭にも、このベル食品のジンギスカンのタレは、あるんじゃないかなと思います。そして、美味しい美瑛のお芋を、このジンギスカンのタレで味付けをしたポテトチップス。見逃せないですね。では、開けてみたいと思います。はい。ちょっとね、お皿の方に、開けてみました。袋の後ろに今年もやってきました美瑛産じゃがいもをお芋の新鮮さをそのままに袋の中に封じ込めた風味豊かなポテトチップスって出てますね。毎年出てるんでしょうかね。JA 美瑛が自信を持ってお届けしますって出ています。では食べてみたいと思います。見た目は普通のポテトチップスと変わりないですね。でもなんか、あまり脂っこくない感じがします。サクサクです。あと、ジンギスカンのタレのね、スパイスが効いてる感じがしますね。小さいお子様だとちょっと辛いかもしれないですけど、大人の方だと、次々食べたくなっちゃうような味です。とっても美味しいです。北海道の人だったら、この見逃せない、ベル食品さんのジンギスカンの味、そして美瑛のお芋です。もしお店で見かけたら、ぜひ食べてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。